どうも、ねずっちです。水野が、販売をしたですね、マスク2万枚が、即日完売したんだそうです。すごいね。これはですね、水着素材を使っていましてね、繰り返し洗えて、そしてですね、あの、つけ心地も、追求したというんですけどもね。だけど、まあ、僕ね、水野のね、このマスクの場合はね、どんなにこう売れても他のメーカーのマスクの売り上げを邪魔するってことはないと思いますよ。共にね、こう売り上げを伸ばしていくというね、なんて言ったって水着素材ですから競泳っていうね、そんな感じしますけどね。でね、僕がね、こっからは独自に入手した情報ですけどね、なんでも水野のそのマスクつけるとね、結構眠気に襲われるらしいですね。水着素材だけあってね、やっぱりスイマーがつきもんだっていうね。ただし一回寝てしまうとですね、しっかりこう熟睡できるらしいですよ。睡眠グーって言ってましたけどね。言ってないね。そんなわけないんですけども、まあしかしこのマスク人気ですけどね。マスク飽和状態の中で本当すごいと思いますけど、売り上げたお金っていうのはあれかね、何かのためにやっぱりプールしてるのかね。ねずっちです。ではまた。